1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。11月1日、犬の日。犬の鳴き声はワンワンと表現されることから、ペットフード工業会などの6団体がワンワンワンの語呂合わせにちなんで11月1日に記念日を制定しています。ちなみに鳴き声や鳴き方の変化は犬の感情を表しているとされ、犬に関する正しい知識を身につけてずっと可愛がっていくことを改めて認識することが提唱されています。キティちゃんの誕生日。1974年11月1日はキティちゃんの誕生日とされています。日本で生まれたキャラクターキティちゃんはイギリス・ロンドンの出身で、血液型は A 型、身長はリンゴ5個分、体重はリンゴ3個分で、優しい女の子のアイドルとしてデビュー。今日では全世界の女の子を中心に人気を得ており、例年11月1日には世界各地でキティちゃんの誕生パーティーが行われているそうです。システィーナ礼拝堂の天井画が公開。1512年、バチカン市国バチカン宮殿内に建てられたシスティーナ礼拝堂の天井画が公開されました。ミケランジェロによっておよそ4年の歳月を経て描かれた天井のフレスコ画は、ルネサンス期を代表する芸術作品の一つとなっています。また礼拝堂の入り口から奥に向かうにつれて、聖書の内容順とともにその一部が描かれており、中でも太陽、月、植物の創造、アダムの創造、現在と楽園追放、大洪水などの各場面は他の建築物などでも多く模倣されています。ちなみにミケランジェロは天井画制作にあたり、当初助手を数人雇い共同で入り口から順に描いていたものの、助手の画力に納得ができずすぐに解雇し、残りのほぼ全体をミケランジェロ一人で描き切ったと言われています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。